皆さんこんにちは。今回はいつものユニティについてではなく、スピードツリーという別のツールについてお話しします。ご存知の方も多いと思いますが、スピードツリーは樹木や草などの植生、植物のアセット作成に特化したミドルウェアです。この動画ではそもそもスピードツリーとはどんなツールなのか、何ができるのかというお話と、ライセンスやインストールについてのお話をします。このあたりのことはすでにご存知で、すぐにツールを使ってみたいという方は、同時に公開したスピードツリー始めの一歩という動画をご覧いただければと思います。そちらでは具体的にツールや UI の初歩的な使い方などの解説をしています。またすでにスピードツリーを使っている方にとっては、今回の動画は少し物足りないかもしれません。そういう方にはスピードツリーの公式チャンネルがおすすめです。英語にはなりますが、レベルの高いチュートリアルや最新機能の紹介などがたくさん見つかると思います。それではスピードツリーの紹介を始めていきたいと思います。まずはツールの概要からです。先ほどもお話しした通り、スピードツリーは樹木や草などの植生、植物のアセット制作のためのミドルウェアです。とても長い歴史があり、たくさんのゲームや映像作品に採用実績のある植生モデリングツールの代表的な存在となっています。もともとは別の会社が開発していましたが、2021年にユニティが会社を買収し、それ以降はユニティの製品の一つとなっています。スピードツリーは開発者が植物を制作・編集するためのモデラー、作成した植物の設定をいろいろな環境で動かすためのインテグレーションや SDK、実在する植物を豊富に取り揃えたライブラリであるスピードツリーストアという3つのサービスで構成されています。ライブラリで購入したアセットをモデラーで編集し、ゲームエンジンや別のツールにインポート、ゲームや映像作品などに使用するという流れです。もちろんアセットは購入せずにゼロから全て自作することもできます。現在スピードツリーの最新バージョンは 9.5 です。バージョン8では非破壊のワークフローや物理ベースマテリアル機能の強化、バージョン9ではフォトグラメトリやアーティストの手作業をサポートするフリーハンド機能など、その世代のニーズに合わせた改良が続けられています。次はスピードツリーを使うと何ができるのか、どういったものが作れるのかについてお話をします。スピードツリーは名前の通り、樹木や草花などを素早く思い通りに作成することができます。逆に特殊なケースを除いて、植物以外のものを作ることには向いていません。これを前提に、スピードツリーは植生モデリングに特化したいろいろな機能や要素を持っています。まず作業の大部分を占めるモデリング作業ですが、これは階層的な構造の構築とパラメータでの設定をベースとしたプロシージャル手法が中心となります。ですので、先に作った部分を後で編集したり、構造の一部を入れ替えるなどの非破壊なワークフローで作業を進めることができます。また、パラメータで設定する部分の奥に、細かく調整した乱数を使うことができます。これを活用すると、植物のアセットで必要になることの多い、同じ種類でたくさんの形状違いというバリエーションの作成が簡単にできるようになります。一方で、例えばストーリーの鍵になるような重要なアセットのために、手作業で細かな調整を加えることもできます。スピードツリーで作成したモデルの質感表現には、近年主流の物理ベースマテリアルを用います。設定項目も一般的なものが大半ですが、スピードツリーならではの特徴として、季節による植生の色の変化などを表現することができます。次に、スピードツリーでは風による植物の揺れのアニメーションを設定することができます。植物の揺れ方はとても複雑ですが、スピードツリーではこれを自動的に設定することも、詳細に手作業で設定することもできます。また、このアニメーションはゲームエンジンで設定した風の設定に連動させることができます。スピードツリーでは、作ったモデルに LOD レベルを設定することもできます。これもベースモデルに対して数値的な設定を行うことで、モデルはほぼ自動で生成されます。とはいえ設定は、枝や幹などの部位に対して個別に調整することもできるので、オリジナルの特徴を残した LOD の作り分けも可能です。そして、こうして作ったモデルは、
Unity をはじめいろいろなゲームエンジン、ツール向けにエクスポートして、アセットとして使用することができます。自社エンジンで使用したい場合などのために、SDK も用意されています。スピードツリーは写実的なモデルだけではなく、スタイライズされた植生を作ることも可能です。写実的ではない植物でも、バリエーションの増加や風の設定など、スピードツリーを使うメリットはたくさんあります。今回紹介した以外にも、スピードツリーには成長アニメーションや苔の付着などといった専門的な機能が数多くあります。続いてライブラリー、スピードツリーストアについてです。スピードツリーストアでは、たくさんの実在する植物の写実的なモデルが販売されています。実在する植物の作成には、専門知識や多くの手間が必要となるので、こうしたライブラリは開発を強力にサポートしてくれます。スピードツリーストアで販売されているほとんどのモデルには、スピードツリーのランダム性や LOD などが最初から設定されています。特にランダム設定がなされているメリットは大きく、購入後にランダマイズを実行するだけで、他の作品と被らないオリジナルのアセットになります。またライブラリの中で必要なアセットを探す検索機能にも、スピードツリーならではの特徴があります。スピードツリーストアでは、ゲーム向け、映像向けといった用途の違い以外に、その植物が生息する大陸やバイオームなどでもフィルターをかけられるようになっています。これを活用すると、植生についての専門的な知識がなくても、配置する環境に対して適切な植物を選ぶことができます。このようにスピードツリーストアは単なるアセットの購入だけではなく、植生に対しての知見をサポートしてくれるような構成となっています。最後はライセンスとインストールについてのお話です。スピードツリーは独立した有料のツールとなりますが、習得のために無料で長期間使えるラーニングエディションが提供されています。これからスピードツリーを触ってみようという方にはこちらがおすすめです。ただし、ラーニングエディションには外部へのエクスポートができない、保存ファイルが商用版と共用できないといった制限があります。プロ、インディー、エンタープライズはどれも商用利用のためのライセンスで、付属するサービスや機関などに違いがあります。ライセンスは使用する組織の規模や使用方法などによって選べるものが変わりますので、詳しくはウェブページをご覧ください。では、今回の締めくくりとして、実際にスピードツリーのラーニングエディションをインストールしてみましょう。まず、スピードツリーのウェブサイトに行き、専用アカウントでログイン、またはアカウントの作成を行います。アカウントはとても簡単に作ることができますが、Unity のアカウントとは別であるという点にはご注意ください。ログインができたら、サイト上部のゲーム、またはシネマから、ラーニングエディションを選択します。開いたページのダウンロードリンクから、ご自身の環境に合ったものをクリックすると、インストーラーがダウンロードされます。ダウンロードしたインストーラーをクリックし、インストールを開始します。これは特に悩むところもなく進められるはずです。インストールが完了すれば、すぐにスピードツリーをお試しいただけます。エディターの操作などについては、もう一つの動画をご覧ください。いかがでしょうか？この動画では、スピードツリーがどんなツールかということについてお話をしました。繰り返しになりますが、同時に公開したスピードツリー初めの一歩という動画の方は、初めてスピードツリーを触る方のためのチュートリアルになっています。今回の動画でスピードツリーに興味を持たれた方は、ぜひ引き続きご覧いただければと思います。また、スピードツリーについては、先日開催されたユナイト2023でも、次のバージョンなどの計画が発表されています。このあたりの情報がいち早く欲しいという方は、ぜひスピードツリーの公式チャンネルもチャンネル登録してみてください。もちろんこの Unity Japan の方も、まだであればぜひチャンネル登録の方をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。